じゃあちょっと時間早いですけれども、はい、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。始めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はですね、ソナチネという曲をたくさんやっていきたいと思います。ソナチネというのは、まあ、純音楽といってですね、まあ、花とか鳥とか具体的な名前のついていない曲ということですね。はい、ヨーロッパの人がたくさん作ったんですけれども、まずは、ドイツ人でデンマークで活躍したクーラウという人のソナチネがすごく有名ですね。はい、題名がついていない抽象的な作品なんですけれども、メロディーがとてもシンプルで美しい欲しいので 1,2,3 楽章と、はい、まずは1楽章演奏したいと思います。でした。はい、大体ですね、ソナチネというのは 1,2,3 楽章となっていて、1楽章がこのように快活な曲だとすると、2楽章はすごくゆっくりとしたリズムのですね、談話的な緩やかなメロディーとなっております。Thank you.
そして、第3楽章はですね、ロンド形式といって速いテンポ の踊りのリズムで盛り上げて終了するという形が基本的になっています。分かりやすい潔い作品というか、ね、なかなか私はすごく好きですね。はい、じゃあ今の人が、ドイツ人で、デンマークで、暮らしたクーラウのソナチネでした。じゃあ今度はイタリア人いきたいと思います。クレメンティという人ですね。この人は今となってはそんなに有名ではないんですけれども、モーツァルトの少し年上で、同じ時代に活躍してですね、その時はモーツァルトのいいライバルというふうに言われているほど才能があった人なんですね。はい、じゃあこの人のソナチネも 1,2,3 楽章とありますので、今度はちょっと続けて演奏していきたいと思います。Thank you.
どうもありがとうございます。はい、イタリアのクレメンティのソナチネ聞いていただきました。はい、じゃあ次はオーストリアに行きたいと思います。交響曲の父、まあ、オーケストラをたくさん書いたという意味ですけれども、ハイドンのソナチネ演奏したいと思います。ハイドンは結構有名なんですけれども、あまり皆さんにピアノで聴いてもらうことがないわけはですね、やっぱりオーケストラの曲がすごく多いんです。驚愕びっくりという名前の曲があってですね、居眠りをして聴いてる人がいたとすると、こうびっくりするように、静かな音楽だったのに急に大きい音を入れたりする、びっくりという曲がありまして、はい、そういうユニークな曲をたくさん書いた人ですね。時計とかいろいろ作ったんですけど、今日は題名のついていない、ソナチネですね。ハイドンのソナチネ。じゃあ今日は、1、2、3楽章あるんですけど、長いので1楽章だけ演奏したいと思います。
ございます。ありがとうございます。はい、これは一楽章だけでこんくらい長いのですね。はい、だからちょっと今日は一楽章のみにしたいと思います。はい、じゃあ次もオーストリアですね。ハイドンもオーストリアですけれども、モーツァルトがやっぱり一番有名なオーストリアの作曲家かと思います。モーツァルトも、ピアノソナタ、ソナチネより大きいものですけれども、15個を作ったんですけども、その中 の一番有名な曲の一楽章を紹介していきたいと思います。モーツァルトの、ソナタも一楽章のみ紹介させていただきました。はい、他にも、ベートーベンとかあるんですけれども、はい、ちょっと時間の都合上、今日のソナチネ特集はこの辺にして、はい、ちょっとイタリア特集を最後にもう少しやりたいなと思います。はい、イタリアのバロック音楽で活躍したのは、ビバルディという人ですね。この春という曲が一番有名ですけれども、本日は調和の幻想という、はい、すごいちょっと堅苦しい名前がついてるんですけれども、すごくこう機械的な、同じリズムでですね、どんどん進む美しい曲がありますね。400年前のバロック時代ですので、まだピアノがないチェンバロで演奏されておりました。はい、それではビバルディの調和の幻想をお聴きください。
はい、ありがとうございます。はい、バロック音楽は、ね、現代でもすごく流行るなというかすごく魅力的だと思います。はい、じゃあ次も、バロックに活躍したイタリアの作曲家でアルビノーニという人がいるんですけれども、この人のメロディーを現代、20世紀 の音楽家がですね掘り起こして編曲して作ったものをアルビノーニのアダージョというんですね。はい、これがとても美しくて世界的に人気があるので演奏していきたいと思います。音が暗いんですけれども不思議な温かさがあってとても魅力的な曲だなと思います。はい、じゃああともう1曲だけイタリアの曲を演奏して、歌のコーナーに入りたいと思いますね。はい、じゃあイタリアのオペラですね。マスカーニという人が作りましたカバレリアルスティカーナというオペラの中の感想曲お聴きください。Thank you.
ございます。